はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回に引き続きホルンコルトバイオリン協奏曲の解説、今日から第3楽章に入ります。第3楽章は1楽章2楽章に比べると変拍子の数は少ないんですけれども、小節数が長くなりまして技術的にも格段に難しい部分がたくさん出てきます。ベースパートの中でも細かいディリージの分割も随所に出てきますので、そこに重点を置きながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から142小節目までを解説していきます。冒頭は8分の6拍子でアレグロビバーチェ、非常に速いテンポで始まります。で、最初の小節なんですけれども、早速ノンデビージという表記が出てきます。で、ここはディビージとは違って、A と A の音を一人で同時に鳴らすという意味になりますので、ここは分割ではありませんので、このように A と A を同時に一人で鳴らすようにしてください。で、楽譜をご覧いただきますと、縦に鍵括弧みたいなのがあるんですけれども、もし鍵括弧だけしか書いてない場合はこれがノンディビージという意味になりますので、これも参考にしていただけたらと思います。続いて5小節目のピチカートはディビージになります。ここはアウトとインで分かれるようにしてください。で、楽譜をご覧いただきますと4連符となっています。で、8分の6拍子に対してのこの4連符になりますので、テンポが取りにくくなります。今両方鳴らしてますが、この8分の6拍子の1、2、1、2、これに対しての1、2、1、2というリズムになります。で、5小節目、その後9小節目の拍の頭がありませんので、もし慣れない場合は初めは頭拍もつけてテンポが取りやすくなりますので、これとリズムに慣れて、で、慣れてきたら楽譜通りに裏拍でやることを練習していただきたいと思います。そして21小節目のピッチカートなんですけども、ここは8分の6拍子のリズムに戻ります。で、したがってこのようにここは8分の6拍子で8分音符をカウントする形になります。で、これも4連符に慣れてくると、これまた紛らわしくなってしまいますので、不転四分音符は一拍分あるということを意識すれば入りやすくなると思います。34小節目は楽譜をご覧いただきますと、コルレイナと出ています。で、これは毛の部分ではなく、この木の部分で叩くという指示になりますので、今やってみますと、はい、このようにピアノからクレッシェンドがかかる形になります。慣れないうちは最初はもう縦の動きから始めていただいても構いませんので、慣れてきたら若干横方向の動きもつけていただいて、このようにもうクレッシェンドもかけるよう練習していただきたいと思います。しばらくピッチカートが続いて、次は50小節目からアルコになります。で、ここは8分の6拍子の8分音符になりますので、ここはこれは型通りの8分音符の長さになります。で、最初フォーデピアノとありますので、最初ははっきりフォーデでアクセントつけるって、あとはもう本当もううっすらの感じで結構ですので、あまり弾きすぎるとピアノに聞こえてなくなってしまいますので、最初の8分音符をはっきり弾くということを意識していただきたいと思います。続いて練習番号73番、89小節目から4分の2拍子になります。で、不転四分音符イコール四分音符になりますので、もう実質最初のテンポのと同じ2拍子というふうに考えていただければ分かりやすくなると思います。で、最初はピチカートで入りますが、101小節目からの2小節間ここだけソロになりますので、ここだけトップで演奏する部分になります。117小節目のピチカートから全員で入る部分になります。で、その先129小節目からのアルコなんですけれども、注目していただきたいのはその先131小節目のトリフになります。で、コーマのたまにこのゲーセンの解放を使ってこちらでトリフをされる方がおられます。で、これはもう本来でしたら正しい奏法ではなくて、本来でしたらデーセンを使ってしっかり押さえてトリフをするが、こちらが正しい奏法になります。こちらのデーセンで取ってしまいますと、こちらで無理なポジション移動が発生してしまいますので、慣れない方はあまりお勧めはできません。まあ、どうしてもここを忠実に正しい奏法で演奏したいとなれば、今のようにこのように開放で取ってる間にデーからもデーセンで飛んで、このように弾くことをお勧めしたいと思います。今のポジションがかえってややこしくというふうに感じるのであれば、もう正しい奏法ではないんですけれども、こちらでやっていただいても構いませんので、取りやすいポジションを選択していただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。第3楽章は全体を通じてもリズム系が大きくなりますので、ある意味反射神経を要求される楽章になっています。初めて演奏される方はいきなりインテンポで弾くことは難しいので、必ずゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。第3楽章1回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。
チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。